ちょっと掴みづらいよね、環境ということですね。この状況が変わっているということが大きく出てましたね。あれですね、スピンでも得点つけておかないと。なるほど。さあ対戦相手白石隆二、先ほどの激闘千葉を制して白石が上がってきたんですが、さあその白石の走り、右に繰り返し打ってる、打ってる、どうでしょうか。この抑えがうまいよね。アウトガーディング取ってきた。なんとかここはフラにまとめ切ったが白石隆二、ちょっとね、ふらついたけどね。ちょっとさっきのベストの走りとは、まあ、だけどあのストレートの勢いから微妙にちゃんと落としてから